マニラライトレールトランジットシステム1号線、または LRT-1 線はフィリピンのマニラ首都圏で運営されているマニラライトレールの路線である。本記事では LRT-6 線についても触れる。LRT-1 線は1984年にマニラライトレールの最初の路線として開業した。以前はイエローラインとも呼ばれていたが2012年の ラインカラー変更後はグリーンラインと呼ばれている。全長 19.65km20 の駅を持ち、全線が高架鉄道となっている。主にタフト通り、リサール通り、エドサ通りに沿っている。バクララン駅モニュメント駅間を南北に、モニュメント駅ノースアーベニュー駅間を東西に走っている。2015年7月20日より非接触式 IC カード EN。 ビープが導入されている。購入当日のみ使用可能。20ペソでカード自体を購入し、最低10ペソから最高1万ペソまでチャージ可能。LRT-1000 及び MRT-2000 と MRT-3000 で共通で利用できるほか、マニラ首都圏の一部のバス路線、高速道路の料金所のほか、ファミリーマート、サークル系等でも、 利用可能な電子マネー機能を搭載している。1984年12月1日、バクララン駅、セントラルターミナル駅間が先行開業した。1985年5月12日、セントラルターミナル駅モニュメント駅間が開業し、全線開業となった。2000年12月30日、リサールで同時爆破事件、ブルメントリット駅付近にて1037号車が、 爆破し、22人が死亡、数百人が負傷した。ジェマイスラミア及びモロイスラム解放戦線のメンバーら8人が指名手配され、3名が起訴された。1037号車は、著しい損傷のため廃車となったが、修復する計画もある。2010年3月22日、MRT-3000 計画の部分を、 l r t 1線が延伸する形で、モニュメント駅バリンタワーク駅間が開業した。2010年10月22日、同延伸計画に沿って、バリンタワー区駅、ルーズベルト駅間が開業した。各車両形式の詳細は、それぞれの車両記事を参照のこと。2003年にアロヨ元大統領が発表した計画に基づく路線図、m r t 3線及び、 フィリピン国鉄線が含まれている。メトロマニラ鉄道計画によると、LRT-1 線の南側延伸、または LRT-6 線が計画されている。計画では、パラニャーケ、ラスピニャス、およびカビテシューバコールにまたがる 11.4km の区間20駅を設ける予定である。メトロマニラの外に伸びる路線としては、 建設中の MRT-7000 に続くに、例目となる。ありがとうございます。